親愛なる家族の皆さん、新しい地球は人類にとって新しい時代の始まりです。私たちは意識と経験の新しい次元に入る時が来たのです。この物理的な次元からより高い次元へとアセンションする方法、想像するのは難しいかもしれませんが、私たちがその途上にいることを示す多くのサインがあります。地球は何年も前からシフトしており、私たちが今持っているものよりも高い振動周波数波動に到達するまで変化し続けるでしょう。これは世界中で変化が起こることを意味しますが、それを受け入れない人もいれば、両手を広げて受け入れる人もいるでしょう。シフトは非常に早く起こっており、まだ準備ができていない人もたくさんいます。しかし、彼らは再び人生を前進させる前に、新しい方法で生きることになれる必要があるため、いずれそこに到達します。新しい地球は今まさに起こりつつあります。それは何世紀にもわたって作り続けられてきました。私たちはこの惑星に生まれ、源のエネルギーと魂のつながりを持った人間として生まれました。この星をとても愛しているので、この星を離れることは決して意図していませんでした。しかし、人生を永遠に変えてしまうような出来事が起こり、私たちは悟りに達するまで、死後の生まれ変わりを繰り返し、生命力を再利用するのではなく、意識的存在として進化を続けられる、より高い周波数の存在に移行する時が来ているのです。ここ数年は、人類の歴史の中で最も変革的な時期の一つでした。この記事で全てを説明するのは不可能なほど、私たちは多くの画期的な出来事を目の当たりにしてきました。今、かつてないほど高いレベルの意識にアクセスできるようになり、毎日この新しい能力を使っているのです。そして肉体に宿る霊的な存在としての自分の本質を理解し始めています。これは私たちにとって全く新しい可能性の世界を開くものです。そして私たちは新しい地球へ行くのです。ダイヤモンドやエメラルドを窓ガラスにした地球に。今地球では移行、アセンション、変容が起こっています。私たちは今、この地球で大きな変化の時を迎えています。それは物理的な領域だけでなく、私たちの精神と心の中にも起こっています。スピリットガイド、天使、神聖な存在たちによって、より高い次元の意識への次のステップを生き抜くために、行動を起こし、変化を起こすようにと導かれているのです。どちらの橋が上なのかを判断するのは難しいですが、できるだけ多くの人が地球とその住民に、すでに起きていることに備えることが重要だと感じています。そして、そのためには、スピリットガイドとつながり、導き、ひらめき、愛、保護を求め、地球の平和が明らかになる新しい時代へと、アセンションできるようにしなければなりません。このような激しい時代には、バランスを保ち、地に足をつけておくことが重要です。大切なのは、物事が物理的にもスピリチュアル的にも慌ただしく動いていることに振り回されず、今この瞬間にいることです。恐怖心を捨て直感を働かせ、すべてが本来やるべき通りにうまくいくと信じましょう。この物理的にも形而上学的にも、この変化が新しい地球へ現れるとき、すべてに価値があるという感覚があります。私は次に何が起こるかを正確に知っているとは主張しませんが、私の心は素晴らしいことが地平線上にあると告げています。新しい地球を見て、そこでの生活を体験できることにワクワクしています。今、私たちを取り巻く環境に、絶望や不満を感じている人たちへのアドバイスは、それを手放すことです。
自分の内なる導きを信じ、前向きに行動し、希望を捨てないことです。この惑星は、まだ私たちと一緒に終わっていません。私たちがこの星の再生への役割を果たし続ける限り、今後数千年の間に共に達成できることは計り知れないのです。あなたは古い考え方の多くを手放し、変化を起こす時が来たことを認識し、受け入れることを選択しますか？ダイヤモンドとエメラルドに彩られた新しい地球が、すぐそこまで来ている今、このプロセスは、可能であるだけでなく、そこに到達するために不可欠であることを思い出すことが重要なのです。さああなたは、どうしますか？新しい地球へのフライトに乗り込みますか？それとも不時着を考え、まだ乗りませんか？すべては、自分の選択次第です。あなたは、その新しい地球を見て、平和と、自由と、喜びと、繁栄に満ちた世界を、想像するために働きますか？そろそろ、ソファーから離れる時が来ました。テレビを見たり、ソーシャルメディアをスクロールするのをやめて、自分のために、何か前向きなことを始める時です。あなたには、それだけの価値が十分にあるのですから。それでもまだ、あなたは何かを待ちますか？どうかこのことを、分かっていてほしいのです。私たちは、あなたを心から愛しています。私たちは、あなたと一緒にここにいます。私たちは、あなたの光の家族です。銀河連邦大使、オーロラ、レイ。